ティガショップアメリカ1号店ゼノンオープンおめでとうございます。ディオラです。ディオラです。ディオラボーカルのヨカです。ダンケイです。ベースのシュラです。ドラム達也です。はい、ということで我々も日々お世話になっているキュアというね、雑誌があるんですけども、なんとアメリカにショップができたということでおめでたいですね。ありがとうございます。我々ディオラは2011年の1月から活動を開始しまして、ギターボーカルヨーカとギター系と最初ね2人で始まって、そんでその年の3月にベースのショウヤを加えて、ドラムの達也は2012年かね、13年か13年かねで加入したりと、いろいろ波風立ってきましたけれども、まあ、こんなディオラですけれども、バンド名の由来としてディクテイトリアルオーラと掲げておるんですけれども、独裁的なオーラということで、独裁というコンセプトを掲げて活動していますが、まあ我々が、ね、ディオラが独裁をなすべき場所というのは別に日本だけではなく、もちろんもっとアメリカも含めね、ワールドワイドに行きたいなと思ってるんですけれども、どうですか海外進出的な面で。いや、やっぱり日本ビジュアル系というものがその日本から発信 の音楽でありスタイルでもあるので、それを海外へすごく広めに行くことについてはすごくね、どんどん出していきたいなという気持ちはありますね。そうですね、はい、リズム隊はどうですか。はい、まあ、最近 SNS とかでもね、簡単にその海外の方と交流を図れることもあって、そう、まあ、確実に待ってくれてる人はいるなっていう感覚もあるので、必ずねいつか行きたいなと思ってますね。やっぱね、もしかしたら言葉が通じない方々もいらっしゃるかもしれないけど、ディオラの音楽がどこまで通じるのかっていうのも試してみたいとこですね、うん、そうですね、ジャパンすき焼きみたいな感じでね、行けばきっと分かり合えると思いますのでねそんなディオラですけれども、7月の9日に、ニューシングル「サイレントマジョリティ」そして「ホライゾン」というシングル2枚が、リリースされます、またね、ここね、この映像を見てる人もぜひそれを手に入れてもらって、ディオラというバンドをより知っていただけたらなと思っております。そんなわけで、改めてショップね、オープンおめでとうございました。ショップとともにディオラ、どうぞこれからよろしくお願いします。お願いします。ということで以上ディオラでした。